はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、ヨガファンの皆さん、いいもの紹介します。今回はこちら、ヨガホイールです。これね、あると便利、楽しいよね。で、前回ヨガのマットを紹介した時に、これなんだろうって言ってたやつがこれについてるらしい。どうもね、やったー、ね、はい、ということで、コルクヨガホイールになります。まあ、マットと合わせてご利用になるとね、よろしいと思います。滑り止めついてるしね。はい、まずヨガのポーズの補助になります。まあ、これね、これなしでヨガのポーズやろうと思ったらかなり大変。これがあるとめちゃめちゃ便利。これね、で、あと姿勢の改善ね。まあ、これ持ってると綺麗なラインでヨガのポーズができるということだね。で、あとリラックス効果がありますね。素晴らしいね。そしてバランスとコアの強化をすることができますね。この体勢をよく覚えとこう。そこにある、こうする、うわーってやる、うわーってやるね。はい、で、これだね。足伸ばすときにこれ良さそうって言ってたやつね。で、これがヨガブロックをプレゼント。あ、これプレゼントか。プレゼントの数に限りがございますので、先着順とさせていただきますということなんで、あ、あの中に入ってるわけじゃないんだ。そうなんだね。そうか、じゃあこれ入ってないかもしれないね。そっか、じゃあ ね。はい、ということで、カラーはパープルとブラック2種類あります。で、外側の厚みは6mm、内側は 9mm あるそうです。幅は 12.5cm、 直径は 32cm ということです。そして、重さは約 1kg で、第20は 200kg ね。元気なおじ3人は無理だけどね、2人ちょっとぐらいは大丈夫ということです。素材はコルクプラス TPE プラス ABS ということです。はい、で、このね、6mm のこの高密度 TPE 採用ということで、間の部分はクッション性抜群の TPE 素材となり、弾力性と柔軟性が高いです。 6mm というちょうどいい厚さは衝撃の軽減にぴったりのクッション性で、背中を優しく守り、体をしっかり支え、骨の痛みを著しく和らげますということだそうです。これね、はい、で、あと、まあ、200キロまで耐えられるよということがね、全然大丈夫だよということです。はい、そして安心の滑り止め家具と防水設計。これは表面の滑り止め加工により、ホイールの上に乗る時の動きの安定が保てますよということみたいです。そっか、あのツルツルしてると乗りにくいからね。なるほど、ね、で、あと防水設計で汚れに強く、汗や水滴がついてもさっと拭くだけで汗をかきやすい人にもおすすめですよ。お手入れ簡単ということです。はい、じゃあ実際に開封して使ってみよう。はい、ということで開封したいと思います。このような箱に入ってます。箱にね、じゃあ中を開けまーす。よいしょ、ちょっと待って、テープ貼ってやる。テープ、ね、ちょっと待ってよ。もういいや、ここから切っちゃう。よいしょ、よいしょ。はい、これが中身です。てってれー。あー、ついてる、ついてる、やったー、プレゼントついてる、やっほー、嬉しい、これついてる、やったー。はい、そしてこれがね、ホイールになります。丈夫ね。はい、コルク、うん、いい香り、うん、丈夫ね。ほら、丈夫。あ、こうやって使うこともできるね。ほら、こうやって、こうやって、ほら、鍛えることができるね。
ほら。ね。いや、いいじゃない、これ。ほら。はい。で、これね、プレゼントついてました。いや、今ならまだ新着間に合うよ。よいしょ。これ嬉しいね。ただ、あれがついてないね、使い方。さっきのポーズのやつ。あれ欲しかったな、ポーズ。ね、はい。これは、結構ね、こう、ニューって、ほら、ニューって沈むけど、すごい変わったやつ。これね。使い方は入ってないです。じゃあ、さっきの図を思い出しながらやってみたいと思います。こういうのがあったけど、おじいがやりたいな、これだ。これが気持ちよさそうなんだよ。あ、ボキボキだって。これ、うわー、うわー、これだね。おお、もうそのまま体重かけてるけど大丈夫。おお、この大きさ、ちっちゃい丸いので背骨伸ばすやつ、過去に紹介したことがあるけど、いや、これ、毛がでっかいから、うわー、うわー、うわー、見て、これは気をつけよう。これは痛い。これは痛い。これは痛いよ。これはわーってやってると危ないので気をつけましょう、ね、だこういったものもバランス感覚が大事ってことなんだね。よいしょ、バランス、ね、さっきどういうポーズだったかな。もうこんな感じのポーズだったよね。わかんないけど。もう、でもこれ気持ちいいな。で、こう、顔つけて、こう、これね、腕の付け根にすごいよく効く。これで、で、ああ、見てる人全然なんでもないと思うでしょ。これ効くよ、すごく。ここのところめっちゃ効く。顔をここに近づけて。ほんとね、見てるとめちゃめちゃ簡単そうでしょ？これね、ぐわー聞く。ああ、もう一個あったんだよな。これと、後ろと、これと、あと何があった？どういう使い方があった？ね。これもあったか。こうだっか。確か。そうだね。確か。こういう、ここら辺だったような気がする。こうだったような気がする。こうだね。斜めになってると危ない。よっ。使うんだね。はあ、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 疲れた。汗がちょっとこう出てくる。これでもね、背骨気持ちがいいね。背骨ゴリゴリやったのと、これが効いてる、この腕の付け根にすごい効いてる。これ。うわ。
ごくいいよ。あの自分でさ、こうしてやったりとかこうしてやっても稼働しないところをこうやってできるよ。これはすごい。はあ、いや気持ちいい。さあ、でこれを使ってちょっと待ってよ。これを使ってよ、ここ曲がっちゃう。ここにさ、お米がボーンって間にあるようなもんだからさ、あの10キロのお米がよっよっます、あーよっ、こうだね。これってあれじゃん、あの斜めのさ板あんじゃん、こうやってやるやつ、あれやってるのと同じだ。ここがね伸びる、ここが筋が、あの斜めにしてこうしてやるのと同じだよ、ね、これさ、やる前とやった後比べてみればよかったね。今ここまでつくもん、ほらね、ヨガパワーです。うん、すごいすごい、いいよ、伸びろ、ほらちゃんと伸ばしてるよ、こうだね。これ今ね、この裏側とお尻のこの付け根のところがすっごく痛い。見てると楽なように見えるかもしれないけど、うん、もう慣れた、もう慣れた、うん、だいぶね伸びたよ、慣れたよ、もうよ、もう慣れた。はあ、さっきよりはまたさらに柔らかくなってるね、気がする。ほら、もっと余裕だもん。もっと下まで行くもん。全然。ほら。あ、これね、バランス。これね、バランス。これね、バランスのやつだよ、これ確か。これもっとね、大きいのがあるんだよ。大きいの欲しいな。あのね、これね、これの大きいやつ売ってるんだよ。もっとこれぐらいの。バランス取るやつ。これちっちゃいな、これ。バランス、こうして。おぉ。あ、おじい、バランス悪いな。おじい、バランス悪い。まあ、昔からなんだけど、これ大きいの欲しい。売ってた。おお、バランス悪い。あの、ヨガのポーズ。お、だんだん慣れていたか？お、よっ。よっ。あこれ、楽しい、これ。あの、これね、バランスある。にゅーって、だんだんね、これね、あの、体重かけると、ちょっとずつにゅーっていくから、だからバランスのあれになるんだ。わかった、これ、原理が。これは面白い。うん。ずっと同じ形じゃないから。だから、こう、バランスをこう、維持するんだね。うん。おおおお、で弾力性があるからある程度
以上は沈まないってこと。でもこれ楽しい。テレビ見ながらだったらこれ、ね、めちゃめちゃハマりそうだな、これ。よっ、おこれ遠くを見ててもふらつくな。実際反期間も悪いのかな、やっぱ。おお、まああのビアダルみたいになってるから、ああちゃちゃこれこれはいいな、面白い。うん、これやってるうちにバランス感覚養えるね、これね。よ、見てて簡単そうでしょ。おじ、左ダメだな。左側がね、足がこっちよりもこうなってるんで、うん、左側がね、まっすぐ立てないんだよ。お、左側のバランスは悪い。ほら、全然ダメ。右側はある程度いけるんだけど、左側の足のこうとこうだからね。いやー、これ大変だな。よっ、あー、ダメだ。おじ、左全然ダメ。こんなに左がダメなんて。よっ、ああ、どうしてもこっちこっち行っちゃうんだよ。やっぱ足が曲がってるから。よっ。お、おお、おっしゃー。ああこれね、これいいよ、楽しいよ、これは。この大きいやつ欲しい、これ。あるんだよ。これや、これさ、これこうやって持ってさ、こあれやるときもいいよね。大きなの、こうかかとでキックやるとき。これ結構、膝がさ、いつも痛いじゃん。で、これでやっても結構ほら、こう、膝にね、あ、これコルクボード。でも膝負荷があんま来ないな。ゴムだと痛いんだけど。でもこれがあると、もっと楽だよね、これね。こうしやるのに。かかとでキックやるのに。うん。これいい。これはね、ヒップにものすごく効くんだけど、膝が痛いんだよ、いつも。だからゴムマットを、40ぐらいに、畳んでやってたけど、これがあると楽にできる。うん、これね、かかとでキック。いや、これがね、これ毎日やってるとすごい効くんだよね。ビリやってるともう体力なくなっちゃったけどね。あ、これいいな。これの大きいの使ってみたい。うん。よいしょ。ほら、もうちょっと運動してるとほら、もう楽になってきた。ほら、道具だね。いいね、これ。まあ、これもいいけど、これは横にパタッていかないようにしないとね。これね。よし。これは背骨にいいんだよ。うわ、横にパタンっていかなければね。よいしょ。これどんなポーズだっけ。こう、こんなポーズだったよね。うわ、またバランスが重たいから。
でも節水が良くなるでしょう。ボキ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 っていうのも最初ボキ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 っつって、だからこの天使のね羽のところだね、ここね、肩甲骨ここのところがね、あの楽になる、すごくこれやるとね、これは1個あると楽しいと思うよ。あとこういうのでも多分使えるんでしょう、こういうの。で、こうやって、あの、こうしてさ、ビビの時だと、こうやって、こうして、こうしてやってたけど、ね、こういうので、こうして、これもいいよね。この方が大変だな。この方が大変。よし。このバンドが何かについてたんだよ。このバンドが全然、これがおそらく今言ったこれで使うやつなんで、多分確かね、これうーっうーっグッ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 フッフッ、あ疲れた疲れた、めちゃめちゃ疲れた、はあ、いやヨガは結構汗かくよ、すごい汗かくよ。あ、なんかね、こういうのでね、なんかこうやってやるのも売ってた、なんかこうやってやるのね、これはあの曲がんないけど、なんかグーってやるのがあったよね。はい、ということで今回はねヨガホイールを紹介させていただきました。あの横にスライドするやつがね、あれ結構楽しいよ、ね、この後やろう。はい、じゃあ気になるお値段行きましょう。はい、そんなわけでいかがだったでしょうか。いいでしょ、ヨガマットと一緒にセットでね手にすると楽しめそうでしょ。さあお値段の方行きましょう。せーの、ぴょん。はい、色は2種類、パープルとブラックで、どちらも値段は一緒ですね、3499円となっております。どっちの色が好みですかね。これね、マットの色と合わせることができるのがすごくいいなと思った。興味のある方はこの動画の説明欄に Amazon のリンクもね貼ってあるから、ご覧になってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。